画面技術やりやすい、なんかあんまミスらない。球離れが速くないんで、なんかしっかりカウンターするときも持って打てるんで、なんかあんまミスらない。当たった感じ柔らかいかなって思います。安定感はあるんですけど、自分から飛ばすのがちょっと難しいかなって思いました。最初は多分 C が一番やりやすいかな。もう一回 A でカウントしていいですか？ OK です。 A と D が似てて、 B と C が似てると思って、 A と D は球のスピードとか威力とかが結構出てるんで、あと打球感がすごい良かったんで、そういうラバーって結構球離れが早いイメージがあって、安定性に欠けるのかなって思ったんですけど、掛け返しとかブロックやってみて、スポンジに食い込んで、まあ、特にカウンターとか相手の回転を利用してやる技術とかも難なくできたんで、すごいいいなって思っていて、で B と C はちょっと柔らかいんで、自分から球を飛ばすのがちょっと難しいなって思って、で、まあ、逆にカウンターとかそういうブロックとかはすごいやりやすいなっていうか、安定重視の人向けなのかなっていうのはすごい思っていて、で僕は結構線型的にもあんまガツガツいくっていうよりかは、ブロックしたりカウンターしたりとかいなしたりとか、そういう感じのプレーが主体なので、B と C はカウンターとかすごいやりやすくていいかなって思って、で逆に A とか D みたいなラバーはあんまり好んで今まで使ってなかったんですけど、まあ、今日試打してみて、あこのラバーだったらフォアバックどっちの面で貼ってもいいのかなっていうふうにすごい思いました。自分から飛ばせるし、相手の回転を利用した時にしっかり自分の球にして返せるんで、すごい A と D は良かったかなって特に思いました。ありがとうございました。柔らかい感じがします。A のラバーは比較的硬くて、カウンターとか結構安定してる気がしていいなって思いましたね。結構固めで自分の用具にも近いかなって感じはしました。 B はちょっと柔らかい感じがして、 A よりそうですね、安定感は出るんですけど、鋭いボールを打つのはちょっと A よりはあんまいってないかなって感じました。 C は一番ちょっと自分に合ってないなって感じはして、速いボールとかを打つのが一番やりづらかったかなって感じます。 D は一番使った中でいいと思って、
A と D が固めのラバーだと思うんですけど、自分のに似ていて一番使いやすかったなって感じました。A が一番球離れが速くて威力のあるボールが出てると思いました。それに似て D も A とは劣るんですけど、球離れが速くて威力のあるボールがかなり出てると思いました。で、 D のラバーは今自分が使ってるラバーに結構近い感覚だなと感じました。で、 B と C は比較的柔らかくて、台上もすごく回転かかったり、中陣から打っても回転をかけてかなり弧線を作るのがやりやすいラバーだなと感じました。チキータも、A と D はかなり球離れが速いので、速いチキータっていうのが結構やりやすかったんですけど、 B と C は少し柔らかくて、速さっていうよりかは回転の方がやりやすくて収まるイメージがありました。技術やりやすい感じはしますね。結構硬いんですけど、なんかでも球持ちも結構良くて、威力も結構B は両ハンドしっかり振る人から、なんか強く当てる人だとちょっとなんか落ちるってイメージがある。でもカウンターとかは結構しやすいんでいいと思う。相手の回転を利用して、なんかカウンターメインの人がいいかなと思います。ちょっと回転かけづらいっていう部分はあるんですけど、結構速い球もいくんで、鋭い球は入りますね。両ハンドしっかり振る人には結構いいかなと思います。D は結構威力があると思ってると思います。自分の中では A と C が結構近くて、 B と D が似たような感じで、分かれてるんですけど、自分の好みとしては A と C が結構好きなんで、自分のスタイルに結構合ってると思ってて、B と D もいいんですけど、どうしても自分の中はちょっと物足りないなっていう部分はあるんで、自分は A と C がいいなと思いました。で、自分のような両ハンドしっかり振って自分からもしっかり回転かけるような選手は A と C が結構合ってるかなと思います。 A と C は硬いんですけど、それでもなんかしっかりと止まってくれるっていうのもあって、やりやすいです。大丈夫は。A はすごいなんかカウンターやドライブ、バックドライブもすごいやりやすくて、 B も A と似てて、 A よりは柔らかいんですけど、ドライブ、カウンター両方やりやすくて、 C が柔らかすぎた気がするんで、あんまりなんか飛ばなかったっていうか、他の ABD に比べてボールが浅いっていうか、回転はかかるんですけど、あんま深くまで行ってなかったなっていうふうに思いますね。で、 D が AB に似てて結構飛ぶんですけど、 AB の方が使いやすかったなとは思います。 A が僕が普段使ってるのに似てて、 D
があんまり使ったことないような感覚です。自分は A が一番良かったです。はい、そして自分も A が、まあ、打ってて一番しっくりきました。僕は A と B が良かったです。僕は A が良かったです。一番いいのは D でした。言えそうなの。使ってて一番しっくりきた。玉持ちもあるし、意欲も出るし、なんか全体的にバランスがいい、ね、いいよ。バランス良いし、なんか攻撃的なプレーもできるし、一番まとまってたかなっていう印象です。僕は硬くて鋭いボール打ってたんで良かったですね。突っつき最後打った時に、なんだろう、インパクト当たり強かったらすごい鋭いボール いって良くて、でたまになんか当たり弱い時にネットミスが出るんですけど、インパクト強い人とかはすごいいいボールが出るなって思います。 A は僕の、まあ、使ってるラバーに結構近かったね。結構打感も似てるんで結構好きかなと思います。でもなんかオールとかやってないと分かんない。試合の中で多分あここがちょっとあれかなみたいなのあるかもしれないですけど、ワンコースとかでやるってなった時は全然いいかなっていう、現時点ではとか一番良かったかなって思いました。落ちないってのはもちろんそうなんですけど、僕が一番実感したのはやっぱ、ね、その押されないっていう部分ですかね、まあ、結構押し返すこともできるラバーで結構打ってていいなと思いました、まあ、打感も結構自分好きなので、まあ、まあでもこれといったなんか欠点はあんまり自分まだ分かんないかなっていう部分ですね、はい。まあ、やっぱしっかり当てないと硬いので、ラバー自体が当てないと飛んでいかないので、やっぱ両ハンドをしっかり触れてる人が、まあ、しっかり使いこなせるラバーだと思います、はい、自分もこれを使ってからネットミスが1本もなくて、かけ返しやらせてもらったんですけど、もう飛びすぎてオーバーミスするぐらい弧線描いて飛んでくれるんで、すごいやりやすいなって思って、で結構球離れが早いのかなって思ったんですけど、結構ある程度持ってくれるんで、あの自分の力の調節次第ではコントロールがすごい効くんで、まあ、使いこなせればフォアハンドとかは特にミスらないのかなっていうふうに思います。あと自分サーブ出したんですけど、サーブも深くいって結構やりやすかったんで、自分結構サーブ武器にしてるんですごい良かったですね、はい。あとは深浦と引き合いやっててなんかすごい押されて引き合いで、で球も深いんで攻撃的なプレースタイルの人とか、あとはフォアハンド得意な人とか、まあ、バックでもいいと思うんですけど、フォアハンドに張った方がすごい脅威なのかなっていうのは僕的にはすごい感じたので、すごいミスの少なくて攻撃的なプレーのできるいいラバーかなっていうふうに僕は思いました、はい。